スワンナ・プーマは、ラオスの王族、政治家、中立派の指導者であり、ラオス王国において、数度にわたり、首相を務めた、殿下の称号を持つ。スワンナ・プーマは、ルアンパバーン王国の最後の副王で、シーサワーン・ウォン国王の老いにあたる文婚の、第三王子として生まれた。彼は、ハノイ、パリ及びグルノーブルで、フランス流の教育を受け、 建築学と工学の学位を得た。1931年に帰国し、普通のインドシナ公共事業局に勤めた。第二次世界大戦末、フランスの占領軍とビエンチャンディンジ政府に対抗し、ラーオイサラ運動が設立され、ブーマはニーペッサラーとラッタナウォンサ殿下や、イボテエ、スパールーン殿下等と共に参加した。フランスがラオスを再占領した時、 プーマはバンコクに亡命したが、フランスがラオスの自治権を認めた1949年、帰国した。1951年、国民進歩党が国民議会の39議席中15議席を獲得し、プーマは同政権下で首相となり、1954年まで務めた。1955年12月の選挙において、進歩党が20議席。 サナニコーン派の独立党が旧議席を獲得したが、組閣できず、1956年3月21日、民族和解と中立主義を掲げるプーマが再び首相に就任した。同年7月31日より、プーマ首相は共産勢力、パテートラー王代表を務めるイボテ・スパーヌーンとの間で、パテートラー王の王国政府への統合について交渉を始めた。 交渉の進展により、同年末までに、いくつかの合意が成立した。しかし、アメリカ、イギリス、フランスの西側の圧力により、1957年5月、プーマは辞職に追い込まれた。1957年7月7日、首相に就任。同年11月18日、サハトの国民連合政府が樹立され、プーマが引き続き首相職を務め、 スパーヌウンが、計画、建設省、もう一人のパテートラーを指導者、プーミ・ウォン・ウィチットが宗教省として、連合政府に参画した。21議席の補充選挙が1958年5月4日に実施され、パテートラー王の政党組織、ネオ・ラー王・ハクサートが9議席、その同盟政党の平和党が4議席、合わせて13議席を獲得した。この左派の躍進に対抗し、 国民連合党や新歩党などは合併して、ラオス人民連合を結成し、プーマが党議長に就任した。1958年6月、プーマは右派による辞任と、再び抵抗した。国王は翌日、スワンナ・プーマの政府を解散させ、革命委員会に暫定的に権力を与える国王布告百282号に署名し、正式なものとして投票を受け入れた。 国王布告第283号は、プイサナニコーンのグ靴を演じていた、ブームウム殿下により組織された、臨時政府を承認した。ウハとパテイトラーオカンの連立は崩壊した。1960年8月、政権の受け入れに反対した高温霊隊員のクーデターが起こり、再びプーマが首相に就任した。しかし、ウハのオサバン将軍の軍により、中立派軍が敗れると、 ジャール平原に交代し、一時はカンボジアに亡命したが、3ヶ月後に帰国した。1961年、中立派のプーマ、右派のブンウム左派のスパーヌーンの三殿下の会談が続けられ、翌年1月、ジュネーブにおいて連合政権受立に関する合意文書に署名。6月12日、連合政府組閣に関するジャール平原協定に署名。 1962年6月23日、プーマを首相とした第二次連合政府が樹立され、国防省と退役軍人、社会活動省を兼務した。しかし、1963年には、中立派の軍人、政治家の暗殺事件が続発し、疑心暗鬼から中立派は、中立左派と中立右派に分裂したため、プーマはその基盤を失った。また、パテトラを閣僚は、 ジャール平原に引き上げ、連合政府は事実上崩壊した。1964年、ベトナムで、トンキン湾事件が起こると、ラオスもベトナム戦争に巻き込まれてゆく。以降はアメリカに支援された、ウハ王国軍と、ベトミンに支援されたパテートラオと、中立愛国派という対立図式で内戦が展開された。王国政府はやがて戦意を喪失し、内部対立が、 顕著化するとともに、パテートラーオが、ラオス全土を制圧していく。1973年1月、パリでアメリカと、北、ベトナム間で、和平協定が成立すると、プーマと、ウァ政府軍もパテートラーオとの交渉を余儀なくされた。同年2月21日、ラオスにおける平和回復と、民族和合の達成に関する協定で合意し、 同協定に基づき1974年4月5日、プーマを首相とする臨時連合政府が樹立された。1975年4月、プノンペンとサイゴンが左派勢力の手により陥落したことを背景に、パテートラオは権力掌握に取り掛かった。8月26日、ラオス人民解放軍がビエンチャンを制圧。11月28日、暫定連合政府は、 そう辞職した。1975年12月1日から2日、全国人民代表者会議が開催され、プーマの辞任が正式に承認、連合政府は解散させられた。また、王政が廃止され、ラオス人民民主共和国が建国されると、プーマは政府顧問に任命された。1984年1月10日、ビエンチャンの別荘で死去した。 1931年、父がフランス人で、母がラオス人であるアリーネ・クレール・アラードと結婚した。プーマ夫妻は一人娘のムーネ王女を設け、彼女はアメリカ大使館の文化担当官、ペリー・ジェス・ティー・グリッツと結婚した。ありがとうございます。